こんにちは、世界バカなとかです。本日はですね、越境クラウドファンディングソリューションを提供する、ジャパントゥモローの責任者の斉藤さんにですね、クラウドファンディングを成功させるコツについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介お願いします。はい、僕はですね、抹茶の今 CMO をしておりまして、ご紹介ありました通りジャパントゥモローというサービスの責任者をしています。学生時代にこの抹茶という会社に、関わり始めてですね、そこから一度広告代理店の方にいてデジタルマーケティングを学んだ後に、またこうインバウンドにやっぱり興味があって、抹茶に戻ってきて、でメディアの責任者とかをしながら、今回このコロナ禍でジャパントゥモローを立ち上げたというような。はい、インバウンドのメディアといえば抹茶さんだと思うんですけど、そこの派生のソリューションとしてジャパントゥモローがあるということですね。そうですね、はい、ジャパントゥモローだったりとか、ちょっと抹茶さんについてまだ分からない方もいらっしゃると思うので、簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。まず、抹茶とはというところなんですけれども、抹茶は日本に来る訪日外国人向けの、および在日外国人の方に向けた情報メディアになります。全部で、10言語で発信してまして、日本語から、中国語の繁体字、英語、タイ語だったりとか、優しい日本語という言語もあって、日本語を勉強している人の向けの言葉ですね、そういう言葉があったりします。でコロナでアクセスものすごい減ってしまってですね、7割ぐらい減っちゃったんですけど、またそこから今 2.6 倍ぐらい戻ってきています。そういったメディアをやっております。はい、はい、ジャパントゥモローはここから派生しているサービスなんですね。そうですね、ジャパントゥモローはどういうサービスかというと、まずその僕たちの会社のビジョンになるんですけども、日本の価値ある文化が時代とともに残っていくというビジョンを掲げています。覚えてる方もいるかもしれないですけど、数字で言うとマイナス 99.9% というふうに、インバウンド業界はその訪日客がコロナになってから 99.9% 来なくなってしまったというふうに、なっている中で、本当にこう僕たちが普段向き合っている旅行の事業者の方々とか、旅行に携わる地域の方々ですね、そういった方々が本当に厳しい状況に置かれている中、このビジョンを実現するために僕たちに何ができるかっていうところをコロナの中で考えて着想を得たのが、このジャパントゥモローというサービスになります。コンセプトは思いなら海を越えられるというものなんですけれども、最初に紹介ありました通り越境クラウドファンディングです、なので日本にいながらにして、海外の日本に興味がある人とか、日本に行きたいと思ってる人からお金を集めて、その人たちに商品だったり体験だったりものをリターンとしてお返しするというような、そういうサービスですね。なるほど。結構インバウンドの事業者さんであったりとか、地方自治体様であったりとか、あとお土産物屋さんであったりとかで、こう結構越境石チャレンジしたいんですよっていうふうにご相談いただくことってたくさんあるんですよね。でただその実際にインバウンドのお客様がその商品手に触れてみてもらったりとか、体験していただくことでその商品の価値が伝わるものってたくさんあるじゃないですか。そうですね、でこう空中戦だけだとやっぱりなかなかこう難しいなっていうふうに思っている中で、こう御社のようなこのインバウンドに特化したサービスを提供している会社さんがこういった新しいサービスを提供するっていうのは、すごいなんかこう感慨深いなっていうものと、僕らも日本の魅力を世界に伝えるっていうミッションで本当同じ気持ちでやらせていただいているので、なんかこう応援したいなっていう気持ちでいっぱいですね。ありがとうございます。はい、そう言っていただけると、嬉しいです。ちょっとそもそもこのクラウドファンディングの仕組みだったりとかちゃんと理解してない方って多いと思うので、そちらもちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、コロナでクラウドファンディングってかなり聞くようになったと思うんですけれども、シンプルに言うとですね、プロジェクトをやりたいっていう実行者と、それからそれをそのプロジェクトだったり、ものが欲しくて応援したいって支援者をつなぐプラットフォームがクラウドファンディングの仕組みなんですけども、今画面映しているところにもいろんなプロジェクトがあると思うんですけども、例えば真ん中の下のところにある山城屋の味噌というものに関しては、大分県の旅館がコロナの中で非常にお客さんが来なくなってしまって苦しい状況の中、それを応援してくださいというプロジェクトを実施して、そこで味噌をブックに、味噌を海外の人に買ってもらうことを理由に、この資金を金銭を通じて支援してもらうというような仕組みですね。なるほど。インバウンドで過去に日本に来たことがある人であったりとか、日本の方であったりとか、日本に住んでる外国人の方であったりとか、いろんな立場の方がいらっしゃると思うんですけど、このプロジェクトを見て、あそこで応援したいなって思ったら、こう実際にこう自分が支援して、
そこの企業の応援ができるってことですね。はい。で、まあ、細かいこと言うと、いろいろ日本にもクラウドファンディングっていっぱいあるじゃないですか。購入型クラウドファンディングというものだったり、あと寄付型クラウドファンディング、それから金融型とか、まあ、いっぱい種類がある中で、ジャパントモローは購入型クラウドファンディングです。なんで先行予約的な意味合いを持つEC サイトっていう風なイメージもあるかなと思います。なるほどなるほど。でこの商品の購入していただくってこともそうですし、抹茶を見ている人がここに来てくれて、その商品の認知度を拡大するっていう意味でもなんか役立ちそうですね。そうですね。PR 的な位置づけもあるということですね。はい、おっしゃる通りです。いやすごい困っているインバウンド事業者さんだったりとか、伝統工芸品の事業者さんいる中ですごいなんかこう素敵なサービスですね。ありがとうございます。エモさはものすごいあると思いますし、なるほど。コンセプトは本当にいいねって言ってくださる方多いので、うん、はい、非常にそういう意味では 今必要とされているサービスなのかなっていうふうには感じています。なるほど。まあ、そんな、ジャパントゥモローなんですけど、どんな国だったりとかどんな人が見てくださってるんですか？はい、ジャパントゥモローは全部で4カ国語対応しています。日本語、英語、あと繁体字、タイ語の4カ国語なんですけれども、国別で見ると実はやっぱり日本多いんですね。まあ、逆に言うと日本も攻められて海外も攻められるっていうところが強みだったりするんですけれども、アクセス自体はまあ半分弱日本からあります。在日外国人とかも含めてですね。で、その次のには台湾、それから、アメリカ、シンガポール、香港と続いているんですけれども、実際その購入実績で言うとアメリカですとかシンガポール、それからとオーストラリアっていうのが英語圏では多くて、で台湾、香港っていうのもどちらかというと台湾の方が多いですかね、購入してくれる人は。なるほどなるほど。そうするとその先ほどのプロジェクトっていうのを日本語と中国の繁体字と英語と、タイ語、はい、そうです、ね、これ4言語で展開されているってことで、その自分たちの商品の説明を本社の抹茶のチームがやってくれるってことですね。そうです。これまで、はい、抹茶で数々のコンテンツを作ってきた、まあ、編集者翻訳者たちがやってます。めちゃめちゃ至れり尽くせりなサービスじゃないですか。そうなんですよ。手厚くやらせてもらってます。なるほどなるほど。もうちょっとジャパントゥモローについて教えてください。はい、まあ、手厚いサポートって話したんですけども、うん、大きく特徴としては3つありまして、うん、まあ、さっき言った4カ国語対応っていうところは1つですね。あ、ちなみになんでこの4カ国語かというと、抹茶10言語あるっていう話をしたと思うんですけども、その中で一番強い言語、アクセスのある言語っていうのがこの4カ国語なんですね、うんうん、なのでこの4カ国語対応になってます。あとは抹茶というメディア自体は月間340万、660万 PV が、まあ、ベスト数字としてあるメディアなんですけども、うん、ここからの送客ができるっていうところで、通常クラファンサイトって自社メディアっていうのはあるところってないと思うんですけど、うんうんうん、自社メディアが僕たちあるので、そこからの、まあ、送客をすることができるっていうところが、まあ、強みかなと思います。実際今現状も流入元一番多いのが抹茶のメディアからなので、うん、メディアからの送客っていうのが期待できます。そもそも日本に興味ある人が、抹茶のサイトに来てくれて、そこからこのジャパントゥモローに送客しているから、まあ、結構こうエンゲージメントが高いですよね。そうですね、うん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 、関連する記事の中にバナー入れたりしてるので、うん、例えば、まあ、伝統工芸品の記事だったらそこにこう伝統工芸品のプロジェクトのバナーを入れるとか、うんうん、まあ、そういうような送客をしたりしていますね。いやこれめちゃめちゃ PR 効果あるんで、 PR の予算を割いてでもクライアントに提案したいなと思いました。本当ですか？はい、めちゃめちゃいいと思いますよ。お願いします、はい、いや結構ニーズが顕在化してない商材ってなかなかこのキーワード化されてないじゃないですか、はい、Google の検索ボリュームもないじゃないですか、うんうん、なので認知を広げる施策って結構難しいんですよ、うん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 、そうすると SNS とか Facebook 広告とかになってきたりとかするんですけど、SNS の運用でその認知を広げるってやっぱすごい時間もかかりますし、広告、はい、Facebook 広告、Instagram 広告だとやっぱこう掛け捨てになっちゃうじゃないですか、うん、そういう意味でコンテンツを自分たちで作っていくっていうところをやんなきゃいけないんですけど、やっぱそれも時間かかるので、もうすでに日本に興味ある外国人の方が来てくれるそういったクラファンサイトがあるってめちゃめちゃ価値あるじゃないですか。そうですね。そうですよね、うん、そうですね。なるほどなるほど。ぜひ多くの人に知ってもらいたいなと思いますけど、うんうんうん、すごいなんかこの抹茶のメディアとシナジーがあるサービスだなというふうに思いました。ありがとうございます、はい、海外発送とかも伴ってくるんですけど、うんうん、そういったところもパートナー企業さんと一緒になってですね、サポートさせていただいたりもあるので、初めての方でも安心して使っていただけるようになってるかなと思います。なるほど。いやめちゃめちゃいいですね。本当にいいと思います、はい、
クライアントもうここを紹介しようって今4社ぐらい浮かんでます。本当ですか？はい、これは本当ありがたいですね。はい、で本発世界のクラウドファンディングってなかなかないコンセプトだと思うんですけど、これってこう成功してるところと成功してないところってやっぱあったりすると思うんですよね、正直な話。はい、で、はい、うまくいってる企業のコツとか傾向ってあったりするんですか？あります。はい、これは数を重ねるごとに今分かってきたところでもあるんですけれども、まあ、まずあの成功するために事前に明確にすべきことってのは3つあります。一つはクラファンを実施する目的がちゃんと明確であることですね。お声掛けいただく企業様の中にはですね、あんま目的ないんだけどとりあえず売りたいとかとりあえずやってみたいみたいな方もやっぱいらっしゃるんですよ。でそうすると結構載せるだけになってしまって全然集まらなかったりっていうケースもあったりするので、必ずその目的を明確にすることが一つ目。あとは、実際それを、まあ、プロジェクト作るのってプロジェクト起案する方なんで、その際に誰に向けて文章を書いてるのか、誰に買ってもらいたいと思ってるのかっていうところを明確にすること、これはあの僕たちも口酸っぱく言ってることですし、社内でもできないんですよ、なかなかこれあのターゲット明確にするって、これで明確だろうと思っても実はまだまだブレてるところとかがあって、ここをなるべく研ぎ澄ませることが重要かなと思います。なるほど。で3つ目が、提供できる価値は何か、まあ、一番伝えたいメッセージは何かっていうところを、まあ、あの明確にすることですね。これらをまあ事前にしっかりと設計することが大事かなと思います。どういった目的 でそのクラウドファンディングを実行するのかっていうところと、誰に、まあ、どういったメッセージを届けたいのかっていうところを明確にしていかないと、ただただあのクラウドファンディングやって終わってしまうよっていうところで、まあ、そもそも目的っていろいろ PR だったりとか、本当にその、インバウンドの顧客が来てくれなくて、資金援助してもらいたいだったりとか、商品を届けたいだったりとか、いろんなところがあると思うんですけど、そのあたりをクリアにしていく必要があるということですね。はい、そうですね、おっしゃる通りです。まあ、PR だったら PR でいいんですよ。中途半端にあのちょっとこう大義っぽいものを入れようとするとブレちゃうので、もうこれは完全 PR ですだったらもうそれはそれでいいと思って、そういう目的を明確にすることが大事ですね。なるほど。僕らってあの海外向けに市場調査だったりとか競合調査だったりとか自社分析みたいなのやらせていただいて、こういうコンセプトでこの市場に参入していきましょうっていう、こう戦略を立案させていただくんですね。でその後にサイトを構築させていただくんですけど、はい、その手前でこのクラウドファンディングを挟めたらめちゃめちゃいいなって思ってて、で自分たちが要は設計した戦略っていうところをこのクラファンでまずその表現してみて、それでユーザーの反応を見られるわけじゃないですか。そうですね、でそこでこう得られた顧客のリストだったりとかっていうのをウェブサイトで実際その後実際こう販売された後にも活用できたりとかしたらめちゃめちゃいいなと思いましたし、知っていただくきっかけとしてはめちゃめちゃ強いですよね。そうなんです。なのでテストマーケティングとして使っていただく方も多くいらっしゃいます。なるほど、なるほどな。で思いなら海を越えられるって意味がだんだん分かってきましたね。本当ですか？はい、社内でも大体こう成功するプロジェクトというか、まあ支援が多く集まる方程式みたいなものが出来上がってきていて、掛け算で3つなんですよね。1つがあの認知度、それから好き度、それから特別度というふうに呼んでるんですけれども、まあ、もっと詳しく言うと海外の顧客に認知されている商材を取り扱っているかどうかと、すでにコアなファンがいて顧客との接点を持っているかどうか、それと海外の顧客に共感していただける、まあ、ストーリーテリングができるかどうか、まあ、この3つを持っているプロジェクトというのはすごく成功します。なるほど。まあ、もともと認知されてるか否かっていうのは結構大事ですよね、まずは。そうですね、で認知されていたら、まあ、コアなファンがいて顧客との接点を持っている。ああなるほど。自分たちのメディアとかあのサイトとかで、リストみたいなのがあって、それで、まあ、リーチできたりとかしたら、まあ、支援してくれる方も増えますもんね。そうです。どれかが秀でてれば、割とうまくいくんじゃないかなと思ってて、どれもないプロジェクトが一番うまくいかないですよね、やっぱり。ああなるほどね、なるほど。掛け算なんで。なるほどなるほど。じゃあ、まあ、ゼロだったらゼロになっちゃいますもんね。だからね。そうなんですよ、ゼロになったらゼロになっちゃうんで。なるほど。じゃあ認知もあのファンもいなかったら特別なリワードを用意しなきゃいけないだったりとか。そうです。このクラウドファンディング向けの商品を開発したりとかっていうところもやってもいいかもしれないですね。そうです、おっしゃる通りで、あのクラウドファンディング向けの、ま、ツアーを組んだり、旅行業者のツアーを組んだりとか、普段は絶対ないようなところに泊まれるとか、なんかそういうような特別感を用意する必要があるかなと思ってね。なんかもう城に宿泊できるみたいな感じとか、ね、まさにまさにそうです、そうです。あなるほどなるほど、なるほどですね。どこでエッジを立てるかっていうところですよね。そうです。
ってことは、この自分たちが Facebook とか、まあ、メルマガのリストとかがあったりとかしたら、そこでこう認知をしていただいて来ていただくってことだったりとか、ジャパントゥモローさんからのサイトからの流入でもあるものの、それ以外の流入規定みたいなのも作った方がいいってことですね。そうですね、そういうのすでに持ってるところは本当に強いです。なるほど、なかなか面白いですね。クラファン成功にはやっぱそのもうスタートしてる時点でほぼ勝負が決まってるってことですね。そうですね、設計が大事。あ、なるほど。いくつか事例をお話しすると、はい、まず一つ目の海外の顧客に認知されている商材というところでいうと、うんうん、まあ、これかなり初期のプロジェクトなんですけれども、世界遺産の熊野古道のプロジェクトがありました。うんうん、で熊野古道これ300万以上集まったんですけど、その元々インバウンドのお客さんがかなり来ていて、その場所とか商品自体にまあ認知がすでにあったところもあるんですよね。うんうんうん、来てる人が多くて、かつかなり特別なリワードっていうのを用意していたので、30万円の熊野古道スペシャルミステリーツアーという普段絶対ないようなこう商品を高額で用意していて、これはあの3名の方が実際購入してくれたんですけれども、これはまあ認知もあって、かなりかつリワードの特別感もあった。でさらにあの熊野古道ってまあ巡礼 の文脈がありますので、へ、そういう意味で、あとまあ自然遺産とかですね、うんうん、そういうことに関してまあ敏感な人だったりとか、そういうのが好きだっていう人にとっては非常に魅力的なプロジェクトになったんじゃないかなと思います。うーん、じゃあ、 まあこのリワードの設計が大事なんですね。リワードの設計も非常に大事で、例えばまあこれで言うと、あの熊野古道応援保全プランかな、全部に同じタイトルをつけたんですよ。うん、そうすると少し単価が高くても、まあ、この熊野古道の保全に貢献してるんだっていう風に買う人は思うわけですよね。うんうんうん、ちゃんとタイトルからも付加価値が分かるようになってるっていうようなところも非常にこうまいなっていう風に思いましたね。なるほど、なるほど。他にも何かあったりするんですか？はい、さっき2つ目のところで、すでにコアなファンがいて顧客との接点を持ってるという話をしたと思うんですけれども、これ本当直近の成功した、和紙のプロジェクトで、コルソヤードというですね、これはあの岐阜県の美濃市かな、うんうん、あるところなんですけれども、折り紙王子というすごく有名な折り紙 の先生というか、まあ、折り紙を折れる方がいてですね、あの方があのツイッターのフォロワーすごく多いんですね。うんうん、でその折り紙王子を中心にあのプロジェクトが広がっていきました。うーん、これドラゴンの絵写ってると思うんですけど、これ折り紙なんですよ。CG じゃないですか？ CG じゃなくてこれ折り紙なんですよ。日本語でも非常にこうあのツイッターで広がってたんですけれども、うんうん、日本語だけじゃなくていろんな言語で、スペイン語とか英語とかタイ語とか、あのいろんな言語を自分たちでこう精力的に発信していて、うんうん、まあ、こういう取り組みをされてるってところがまあ成功の秘訣なんじゃないかなと思いましたね。いや、めちゃめちゃリツイートされてますね。そうなんです、露出規定を持っているってのは結構重要ってことですね。そうです。うーん、なるほど。あとはこれはあの弊社のオリジナルプロジェクトなんですけれども、うんうん、あのやさにちという、まあ、優しい日本語、最初冒頭に話した優しい日本語で、まあ、リトルプレス、小さなジンを発行しようというプロジェクトで、これはあの世界の日本語学校ですとか、あの優しい日本語を読んでくれてる人たちにメルマガであの送ったりをして、それで買ってくれる人が増えたというところですね。なので日本語というものをフックにあのプロジェクトを拡散していきました。なるほどな。さっきだと折り紙が好きな、まあ、日本海外に住んでる方、今回は日本語を勉強されてる海外の方みたいな感じでターゲットが結構クリアになってるんですね。そうですね、おっしゃる通りです。なるほど、なるほど。で最後の事例がこちらですね。海外の顧客に共感してもらえるストーリーテリングをしたという事例で言うと、この、大分県の旅館山城屋のプロジェクトです。ここはですね、もう本当にストーリー読んでいただくと、あの、まあ、誰に商品手に取ってもらいたいかとか、うん、あとまあどのような思いだったら背景で製造してるのかとか、写真からもあったかさが伝わってきますし、非常に助けたいとか応援したいっていう思いも、まあ、芽生えて、応援したいなっていうふうにあの思えるプロジェクトでした、うん、これ実際あの128人支援してくれたんですけど、そのうち7割が外国人だったんですね。で正直僕この味噌売れるのかなと思ったんですけれどテレビとか新聞とかさまざまなメディアにこうあれよあれよと取り上げられてですね、うん、すごかったのがあのレディットっていうあの SNS あるじゃないですか、はいはいはい、2ちゃんみたいなやつ、はい、そこのインフルエンサー、アメリカ人のインフルエンサーが、うん、無償で俺はここのプロジェクト応援したいんだって言って、みんな賛同してくれって言ってこう PR してくれたりとか、そういうパトロンのような人が多くここのプロジェクトに集まってきたんですよ。なるほど。なのでこうただ物を売るだけではないというか、
本当に思いが伝わって、実際にそれが広がって PR にもつながってるという、非常にこういろんなものが重なった成功事例かなというふうに言えますね。なるほど。ここもともとあれですね、インバウンドのお客さんも多かったんですか？そうです、ここはインバウンドのお客さんが8割ぐらいだったかな。ここすごく先見の明があって、インバウンドという言葉が言われる前、15年前ぐらいからインバウンドに力を入れ始めたというところで、韓国とか香港のお客さんが多かったみたいなんですけれども、実際今回のクラファン通じて買ってくれた人っていうのは割と欧米の人だったり、あとは台湾の人も多かったので、これまで来ていない層に対してもリーチできたというところも、やってよかったポイントかなと思います。なるほど。なかなかこうね、味噌の魅力を伝えるであったりとかっていうところも、やっぱり日本の魅力を知り尽くしている抹茶編集部だからこそこれ表現できるっていうのあったりしますよね。そうですね、今回に関してはこれほとんど翻訳しただけなんです。なので、彼らが作った文章そのものがもう良かったですね。なるほど。じゃあその辺のこの編集部の方がこれこのままいけるよっていうところだったりとか、もうちょっと海外のお客様の視点で考えるとこういう風に書いた方がいいんじゃないかなみたいなところも一緒にこう携わってくださるんですか？そうです、そうです。いいですね。プラットフォームを提供するだけじゃなくて、その実際に上がるまでの一連のプロセスのところでサポートしてくるってことですね。そうですね。なので本当にガラッとこう変えるところもあれば、全然変えずにいくところもありますね。なるほど。いや、もう全ての我々のお客様がこういった関連してると思うので、プロジェクトをちょっとまず案内したいと思います。ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。あらゆるところでうまくいったというところでいうと、こういういろんな地方の新聞とかにも取り上げられたというところで PR 効果もありましたというところですかね。なるほど。いや、なんか日本には本当に素晴らしい製品であったりとかサービスであったりとか場所とかってあるんですけど、なかなかこう日本人の特性で英語が得意じゃないとかマーケティングが得意じゃないっていう方たくさんいらっしゃって、こう衰退してしまってる産業とかたくさんあるじゃないですか。はい。で、そういう、企業とか産業を観光地とかですね、応援したいなっていう気持ちで、私はもう15年間この海外ウェブマーケティングやっているので、同じ気持ちでやってる方がいろんなところにいるんだなって思って、すごい今日は嬉しかったですね。本当ですか。はい、僕もお話できて嬉しいです。はい、やっぱりね、今本当大変な時期だと思うんですけど、この思いをね届けるっていうところは越境できると思うので、人は来れなくてもっていうところで、今ちょっとやっぱりコロナで苦しいってなっても、インバウンドこれから復活するじゃないですか。はい。で、復活した時にやっぱインバウンドってその点でしか顧客接点持てないから、なかなかライフタイムバリューで考えると難しいなって思いがちなんですけど、インバウンドで来た方の顧客のリストを持っていればジャパントゥモローで越境 EC もチャレンジできるっていう風になると、インバウンド その1顧客あたりの価値っていうところがまた見方が変わりますよね。そうですね、確かに、たまに言ったりするんですけど、予習体験復習みたいなことを確か旅行インバウンド業界で言ってる方がいて、予習にもなるし復習にもなるんですよ、クラファンと EC って。なるほど、なるほど。例えばさっきの味噌買って家で食べたと、こんな美味しい味噌があるんだと言ったら、きっと日本に行きたいと思って実際本物食べたいって思って大分に行く人がいると思うんだよね。で、なんで予習して大分に行って本場でその味を食べたと、でその後にまた国に帰って EC でまた味噌を買う、そしてその時の体験を思い出したりとかするっていうのが、復習ですね。なので両方こうカバーできるっていうポテンシャルはあるなというふうに思います。確かに、旅前旅中旅後の全てでこう接点を持てるメディアとしてめちゃめちゃ素晴らしいなと思いましたし、今あるべき、メディアプラットフォームだと思いますし、これからもね、もっと逆にインバウンドが復活してからももっと活用されていくメディアなのかな、プラットフォームなのかなっていうふうに思いました。そうですね。本日は貴重なお話いただきありがとうございました。ありがとうございます。